はい、始まりました。ケイです。今回はね、ポケモンの銀、続きからやっていきましょう。前回はですね、はい、ポケモン見てもらって分かる通り、ひなるしもらってですね、ライバル、ヌスットくんというライバルの名前つけたんだけど、勝負して、で、こんだけポケモン捕まえて、今回は、桔梗ジムからスタートというところでございます。で、ここをちょっとまず桔梗シティをですね、眺めていきましょう。ここは何でしょうか。ジョバンニ先生のポケモン塾、でかくない塾。まあ、でもこんなものだからな。ここの上は多分ね、次の街だから、あ、ここが桔梗ジムかな？桔梗ジム。早いね。押す。俺はトレーナーじゃないが、アドバイスはできるぜ。信じろよ。信じればチャンピオンだって夢じゃない。そうか、聞いてくれるか、いいか。草タイプは飛行タイプにものすごく相性が悪い。要注意だぜ。そうだね。そうか、もういきなりジムできるのか。ポケモン、そしたらね、まずはひならしい戦闘で戦っていこうか。で、見る感じこれ何ジム？ここ何時に5って書いてる。ハヤトさんにハヤトさんですね。挑戦できるか確かめてやるぜと。ポケモンジム、ここは何タイプのポケモン出してくるのか。でも飛行タイプはって言ってるか。飛行タイプのジムが初手って、なんか珍しいね。鬼スズメ、ペロペロン、レベル10。強くね？待って、結構強いぞ、これ。体当たり。これでいかほどダメージが入るか、ちょっと、あー、まあまあか、続く。うわ、結構削られるね、これ。おし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 、つつく。ちょっと強いよ。ちょっと強いね、相手。鬼スズメくん。これで、どう？鬼スズメ続く。なんかあれだね、ポケモン赤の時みたいに序盤でとんでもないポケモンがいるって感じはしないよね。序盤でね、あいついたんだよね。オッケー、取り付け、翔太くん。あのね、あいつ誰だっけ？あの人。そのニドラン。あれが本当にね、エグかったんだよね。強すぎて。合言葉は、ド根性。ここに集まった人間は鳥ポケモンで最強を目指し浅い。そっか。ここは鳥ポケモン。なるほど。飛行タイプ。鳥ポケモンが大量にいる。ってことは、ポッポと鬼スズメってところかな。翼くん、ポッポ、ペン。7レベね。7レベ、まあまあ、またマシか。ただちょっとね、HP がまずい気もしてはいるんですが、体当たり。どれぐらい入るかな、ダメージ。9ってことは、5入ったのか、ダメージ。そしたら、これダメージ食らった後に、急所にだけは絶対当たらないでくれ。オッケーオッケー。これでちょっと回復だけしようかな。傷薬2個持ってますからね。これで火の嵐回復させていきましょうと。これで多分相手攻撃してくるでしょう、体当たり。で、19。オッケー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 。で、これで、体当たり。よいしょ。おーっとし、オッケー、ポッポ落ちて、レベルが上がるか上がんないか。次はまたポッポ。多分9レベとか8レベできそうだね。7レベでした。うん、これ体当たりって、ね、連打で多分倒せると思われると。さあ、これちょっとね、ポケモン回復させに行って、あれも、ショップも行かないとダメだな。おー、ナイス急所。オッケー、いいね、体当たり。これで、オッケーオッケーオッケー。そしてこれでポッポくんを落として、レベル上がるよ、12レベ。82、経験値。ありがとう、12レベだ。お、やっと来た、これでね、焼き鳥できるよ。翼との勝負に勝った。ガーン。お母さんに少し送った。ちょっとね、回復だけさしに行こうか。ここは何でしょうか。ここはマダツボミの塔、ポケモンの修行をなされよ。え？何それ？マダツボミの塔。ちょっと寄り道していこう。何ここ。怖っ。え？ 30 メートルもの巨大なマダツボミ、その体が塔の中心の柱に。それ怖くない？それ怖いよ。マダツボミってことでしょ、これ。怖っ。何ここ？このおじいさん何？一番上まで登れたものだけが秘伝の技。あ、秘伝技シーンもらえる？上までちょっと一回寄り道しちゃってるけど。お、これ火の嵐レベル上がったと思ったら上がらなかったもうこれ1とかでしょ、絶対。1か2かって、もう一桁だよね、この経験値バー。もはやもうこれ経験値もらっとるじゃん、マックス。いや、これ早いのかな、序盤で12レベって。てかさ、レベル他のポケモン上げない？それが大事な気がする。だから、POP のポッポくんね、上げた方がいいわ。ポッポ上げようか。コクーンとマダツボミは多分上げる必要ないと思うんだよね。いや、ポッポは絶対に上げなきゃダメだと思う。ポッポ。飛行タイプの技もっとらんのかいいよ。マダツボミ、お、まあまあダメージ入ってくれるね。鶴のムチ。どれくらい入るかな ?2 だね。全然余裕。これで、マダツボミと。もうちょい倒せる。鶴のムチ。2ダメージかな。で、ポッポ体当たり。
ちょっとでもね、経験値いっぱいもらってあげないとさ、さすがにね、このままだとね、ひならし一匹で戦うことになっちゃうのは、さすがにちょっと厳しいと思うんで、いろんなポケモンをね、今回レベル上げたいねと思ってます。レベルは上がりますね、レベル4。やったぜ。結構経験値入るじゃん、まだつぼみ。坊主の木年との勝負に勝ったと。オッケー、どんどん上がっていくぜ。お、ひならしレベル14だ。ポポね、レベル上がったんだけど、ひならしが14。早くない ?14 レベってさ、もうあと2レベで、14で進化なの？待って、マジで。来ちゃったぜ、マグマラシさんよ。16で進化じゃなかったっけ？あれー？あれれれれ、え？何？え、なんか、え、こ、え、何こ、うわ！またお前か。長老、そなたの実力、まさに本物。約束通りこの秘伝マシンを渡そう。だがもうちょっとポケモンいたわるべきですぞ。そなたの戦い方厳しすぎる。ポケモンは戦いの道具ではない。ふん、長老っていう割には全然手応えなかった。当然だな。ポケモンに優しくとか甘いこと言ってる奴に俺は負けない。俺が大事にするのは強くて勝てるポケモンだけ。それ以外のポケモンなんかどうでもいいのさ。なんてやつだ。ぬすっとは穴抜けの紐を使って出て行ったと。なんてやつだこいつ。すべてをね、知り尽くしてる。穴抜けの紐持ってたり。で、穴抜けの紐あるんだよね。なんとなく分かってた。あなたが長老か。ちょっと待って、ポケモンね、ポケモン、多分ポケモンバトルしなくちゃいけないんだ。マグマラシ。いや、まさか。モンシンガなの早くない？長老。よくぞここまで参られた。このマダツボミの塔はポケモンと人が明るい未来を築けるか修行で確かめる場所。そして最後の試練はこの私。では、そなたとポケモンの絆確かめさせてもらいますぞと。長老のおじさんとね、勝負ですね。長老の？なんだ？坊主のコウセイさん。勝負仕掛けできましたと。マダツボミ。マダツボミばっかりだよ。マダツボミ以外持っとるトレーナーいなかったからね。じゃあ火の粉で落としていきましょう。マダツボミ。これ多分ね、倒したらなんかもらえるんだ。秘伝技を。さあ、オッケー。いいですね。しっかり倒していきますと。マグマラシ。もうマグマラシになってるよ。もう早すぎ。方法持ってたんだ。謎の方法。まあ、でも持ってそうだよね。修行僧がね。方法は。イメージ。勝手な、僕のイメージですけど。あー、お、ナイス火傷だわ。ラッキー。見破る。これ確か、あ、マグマラシ、火傷の、ダメ。オッケー、いいね。いいですね。火の粉で、多分これ、方法落ちるんじゃないの？やけどなったのが非常にでかい。オッケー、方法も通して。これ経験値うまそう。123。いや、今回やばいな。早いね、レベル上がるの、本当に。もう14レベルだよ。事務戦もこのまま行っちゃおうよ。余裕だよ、多分。これでまたつもみも落として、オッケー。もう進化なの。ちょっとびっくりしたんだけど、マジで。もうレベル上がるし、しかも。昴生さん。お見事。競馬賞金320、お母さんに少し送った。仕送りだよ。そなたとポケモンならこの秘伝も使いこなせるだろう。あ、フラッシュの秘伝マシ持ってきなさい。あ、なるほど。だからさっきの洞窟行けばいいんだな。なんとなくね、それ、フラッシュオブエスどんな暗いところも明るくできますぞと。ただし戦っていない時使うには気境、あ、はい。ってことはこれで気境さんと戦って、で、フラッシュが使えるようになると。そしたらリュックで穴抜けの紐を使って出ましょうか。穴抜けの紐と。はい、穴抜けの紐を使う。穴抜けの紐です。パパパパパッと。いや、これ楽だわ。で、ジム戦、行きましょう。その前にポケモンだけ回復させてね。行きましょうか。来ました。この人、お来ましたよ。俺が企業、ポケモンジムリーダーのハヤト。世間じゃ、飛行タイプのポケモンなんか、電撃で1コロ。そう、鳥ポケモンをバカにする俺は、それが許せない。大空を華麗に舞う鳥ポケモンの本当の凄さ思い知らせてやるよ。ということで、一発目のジム戦でございます、皆様。おい、気境さん。ハヤトですね。あ、気境ってそういうことか。ジムリーダーのハヤトが勝負仕掛けてきた。ジム、ポッポですね。レベルは？なら。ごめんね。ちょっとさすがに育ちすぎたよね。この火の嵐じゃなくて、ね、マグマ嵐。いきなしもうね。いや、ちょっとね、レベル今回ね、上がんの早いんだわ、なんか、体感ね。敵のポッポ倒れて、82経験値で、マグマラシレベル15レベル。よし。いや、ほんとは16で進化だと思った。ビジョン。あ、もう進化しとるの。早くない？ブリリート、9レベル。いや、これ順番間違えたな。普通に、さっきの長老のとこ行った方がよかったわ。後から。
風をこう、これでマグマだし、全然ダメージ食らわないと。ごめん。本当にごめん、ハヤトさん。余裕すぎます。はい。すみませんでした。余裕でした。217経験値。もう16レベルになっちゃうよ。ジムリーダーのハヤトとの勝負に勝った。ありがとう、ハヤトくん。畜生、父さんが大切にしていたポケモンが。わかった。これを持っていけよ。ポケモンリーグ公認ウィングバッジ。ありがとう。ケイはハヤトからウィングバッジ。お来ましたね。ウィングバッジを持ってると君のポケモンの攻撃力がアップする。あとフラッシュという技を覚えているポケモンは戦っていない時でもフラッシュが使える。それからこいつを持っていけよ。お、何くれるんだ。多分よそ、風おこ。多分風おこだと思う。技マシンポケット。技マシン使えば一瞬ポケモンが風を教える。ただし、使い捨てだからよく考えて使わないと。中には泥かけ回避。命中率を下げるやつと。つまり攻撃と守りが同時にできる技だと。よし。そしたら、これ泥かけ多分覚えれるというか、ピジョンじゃないね。ポッポ覚えれる。お、なんだ。お、電話だ。宇津木博士だ。もしもし、ゲイ君。ポケモンの卵について分かったことがあるんだ。奇境のポケモンセンターに僕の助手がいるはずだから話を聞いてよ。ピ。お、ってことは、ポケモンセンターにいる助手に話しかければいいのか。こうやって出てくれるとほんと楽だわ。って言って、一気なし僕迷ってたんだけどね。パート1の時に。ポケモン議員の、あ、絶対こいつじゃん。ケイ君、お久しぶりです。宇津木博士に頼まれて、君を探していたんです。実はですね、ポケモンの卵を持って行ってほしいんです。マジでくれるの？ケイは卵もらった。ここでポケモンの、なるほど。調べたところ、ポケモンは卵の中である程度育てないと生まれてこないと。しかも、いつも元気なポケモンのそばにいないと。そうなんだ。そういうことをお願いできるのはケイ君だけだからです。よろしく頼みます。生まれたら宇津木博士に連絡してあげてくださいね。何生まれるの？ちょ、産ませたいな、おい。こんにちは、ポケモンセンターですと。一応さ、あれだ、卵の様子だけ見ようか。どんな感じなのか。あ、卵もしっかり回復させてくれるの。ここのジョイさん優しいね。この、僕の知ってるポケモンではね、ジョイさん卵まで回復させてくんないから。って言ってたまたまだったらどうする？面白いね。ポケモンの卵実はたまたまでしたみたいな。普通の卵だった。強さを見る。ドキドキなんかで、もうちょっと、え、もうちょっとで生まれるの？早っ。早くない？そしたら、この先、とりあえず進めればいいのか？タウンマップ見た感じ、確か左だった気がするんだよね。ポケギアの、ここですね。奇境、あー、待って。あ、そういうことか。なんでフラッシュもらったんだよ。でも、そう。そうだ。さっきの洞窟行くんだわ、きっと。で、あっこのと洞窟でフラッシュ使って、進んでくださいと。でも、そういうことだろ。どこにあったっけ、洞窟。ここか。多分ね、ここのね、洞窟だ。ついでにさ、生まれてこないかな、ポケモン。で、フラッシュを覚えさせなきゃいけないので、ポケモンじゃ、あ、リュックかな？リュックから、技マシーンは多分ここにないよね。あ、今あったね。ここだ、フラッシュだ。ヒデンマシーン、フラッシュ、覚えさせよう。誰覚えれる？お、マダツモミ捕まえててよかったわ。マダツモミはフラッシュ。で、ここの中に入って、で、ポケモンの、マダツモミ、フラッシュ。まばゆい光が当たる明るく照らす。パキーン。え、暗い。ほんと、ごめん、見えなかったら。すげえ暗いわ。え？ちょっと待って、行けないじゃん。え？行けたっけ？あれれれれれれれ？で、何が出る？お、石つぶて。え、かっこよくないこの石つぶて。おりゃーみたいな。超かっこいいんだけど、この石つぶて。火の粉。どれぐらい入ってくれるんだろう。石つぶて、かっこいい。濃いな、この石粒で本当に強。さすがマグマらしい。強すぎますわ、さすがにこれは。硬そうな岩。あーでも、岩砕け持っとらんから。え、じゃあここじゃないのか？だっていけないもんね。あれ？じゃあここじゃないんだわ、きっと。まだいけないんだわ。本当は岩砕けが持ってたらこの先進めるんだわ。ってことはここは違うわ。お、ズバッと。あ、ちょっと怖いね。ズバッとです。まあ、今回はズバッとなしでいきましょうかね。え、じゃあどうしたらいいの？フラッシュもらったってことは絶対ここだと思ってたんだけどな。上は行けなかったし、ここの洞窟も違うってなったら、もう行き道一箇所しかなくない？他の道しかないよね。え、でも他に行ける場所ってあったか？上は行けない、左はない。え、上は行けないでしょ？で、右、え？なんかあった？あ、待って、ここ行ってないわ。しかもフレンドリーショップあったわ、ここに。もう、ちょっと見ていこうか。ようこそ、お買い物ですね、モンスターボール。あ、穴抜きの紐もうちょっとだけ調達していいか。一個だけ買っとこう。で、毒消し、ディフェンダー、プラパ、え、もうプラパ買えるの？
フラパもう買えますけど、それちょっと強すぎるわ。モンスターボール一応3つだけあと調達しとこうかな。はい。600円ありがとうと。そしたら、次の、場所まで行きたいですけど、この辺見てなかったわ、そういえば。あ、これ左だな、きっと。ん?ここは36番道路。ここはどんなところかな?え、何した?なんだ?この看板は一体何書いてる?アルフの遺跡。アルフの遺跡聞いたことあるな、アルフの遺跡。こっち、あれ?いけねえわ。じゃあ、アルフの遺跡を行けばいいのか?こっち、アルフの遺跡ってどんなとこ?お、ここは、めちゃくちゃ洞窟じゃん。アルフの遺跡ってここか。謎の石板の部屋。ちょっともうちょっとだけ見ていこうか。ここ何?あ、ここ多分あれだよね。研究するところの、アルフの遺跡、研究所。あ、はぁはぁはぁ、なるほどなるほど。ここの下何この、あ、これ多分こっちか。こっちなら行けそう。で、ここは南蛮道路です。アルフの遺跡、東側入り口。で、ここは ?32 番道路。桔梗シティ、ヒワダタウン。あ、なんかここっぽいぞ。この下、え、待って。絶対これトレーナー勝負しなきゃいけないやつな、と思う。あ、木の実の木あった。実のなる木がある。麻痺直しの木。そういう感じな。麻痺直しもあるんですね。上行って、上、あれ?待って。僕全然これ気づかなかったわ。ここ行けること全く気づかなかった。やばいね。最強の方向音痴を極めております。絶対トレーナーじゃなかった。じゃあ、ここのポケモン一体何が出るか少し確認しましょう。何が出ますかね。今日はね、次の、ところまで行って終わりにしようかなと思います。アーボかな?アーボすごいピンクだね。これトレーナーだな。よし、なんだ次は。見かけない顔だな。お前強いの?おー、こいつ多分短パン小僧か。虫捕り少年か、どっち?短パン小僧だね。これでマグマラシくんね、レベルが、なんと16レベルになります。45経験値で16。早くない?レベル上がるの。ポッポ45経験値。短パン小僧。バイバイ。さて、なんだこのお姉さんはずっとこっち向いて。え?そうそう。でね、そうなのよ。え?何?ポケモン勝負?もう電話してるのに。いいわ、さっさと終わらせちゃうから。いや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 。別にポケモン勝負したくて話しかけたわけじゃないよ、お姉さん。ごめんね、なんか電話中に話しかけちゃって。あなたは?ピクリクガール。先を進んでですね。まあ、地図見た感じ、下行けばいいんで、方角を辿っていきましょう。下に向かって。おじさん。おわー。またこれ短パン小僧、かっこ緑だろう。その視線、なんだか気になるな。俺は別に気にならんよ。俺は気になってないんだけど。あ、短パン小僧じゃなかった。これは、キャンプボーイ。お!これは続いたか?白いところ来たんだけど。あ、ついたんじゃない?お、なんだ?うまくて栄養満点の美味しい尻尾はいらない?今ならたったの100万円?え、はい、お金が足りないぞ。ち、最近の子供は金持ちだと思っていたが。なんだこいつ、やばすぎでしょ。100万円 一瞬100円かなと思ったんだけど。で、ポケモン回復させて、多分ここが、ここが次のシティなのかな?地図見て、てかポケモンの卵全然帰らないんだけど。ちょっと。で、地図見てですね、確認したい。一旦出て、はい、出まして、さあ、ポケギアを確認していきましょうか。ポケギア。あれ、32番道路、まだだった。そうか、中間ポイントなんだね。なるほど、なるほど。もうちょっと下に行かないとダメだわ。中間にあるのすげえいいな。またポケモントレーナーだわ。お、なんか、洞窟あったんだけど、ここは?この先、つながりの洞窟。あれ、もしかして、ここでフラッシュいるっていうのもある?全然いらないわ。さあ、ここの洞窟広い。わ、おじさんだわ。おじさんとの勝負じゃなくてポケモンバトルだった。絶対ズバッと。よそ、ほらね。うわー、おじさん。おっと、びっくりドッキリ。こんなところに人がいるなんて。いや、そら、通らないとダメなんだよ、ここを。お、山男。山男、たくましいな、相変わらず。イワーク、でっかいぜ、イワーク。お、11レベル。結構レベル高く来たね、息なし。そしたら、火の粉で落としていきますよ。いわーく。てか、マグマラシね、17レベルになっちゃう。お、結構硬いね。体当たりしてきます。3ダメージ。弱いね。これどうしようかな。マグマラシ火の粉打って、で、煙幕打って、ポケモン交換させてみようかな。体当たり。これで煙幕打つじゃないですか。ちょっとね、こいつレベル高いから、はい、あれだ。
ポケモンポッポに変えてもいいかもしんない。命中率下がって締め付ける攻撃。大丈夫、大丈夫。はい、253。マグマラシレベル17。あざーす。結構経験値うまいね。オッケー。山男ユーゴさん。バイバイ。さあ、これは何でしょうか？傷薬ですね。まあ、なんとなく分けた。序盤に拾えるアイテムは大体傷薬。さて、ここのポケモンは多分ね、ズバッとと石つぶてぐらいしか出ないんじゃない？こらった出るのかい。お、ポッポレベル7だ。よしよし、ちょこちょことね、レベル上がっていきますよ、と。お、マグマラシ18だ。やばいよ、ほんと、レベルの上がり方おかしいよ、これちょっと。ドガース。イフキ野郎の福王はドガースと。やばいね、ほんとに。こんなに序盤でさ、一気にだん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 とレベル上がるの、いや、初めてなんだけど。145。経験値がさ、上手くない？これちょっと今回。もう、続き、タトは。なんか出れそうだけどね。ズバッとそういえば、捕まえようかな、さすがに。コラッタだったらいらないんだけど。お、イワーク来た！オッケーオッケー。お前はちょっといただこうか。お前ちょっとね、強そう。強そうだからいただく。てか、ポケモンそう、逆に捕まえたら、コラッ、いや、コクーンは取っていいわ。コクーン取って、ちょっと、イワークと入れ替えようぜ。イワークは多分強いと思うから。どれぐらい入る？やべ、強すぎたわ。あぶねあぶね。嫌な音外していきますね。リュックで、そしたら、これだ、モンスターボール。これでイワーク捕まえようぜ。これさ、ちょっとイワーク、入れてあげたいよ。オッケー！ちょっとね、次ポケモンセンターついたらさ、イワーク入れてあげようか。イワークのデータが新しく、イワヘビポケモン、8.8 メートル。よし。まさきのボックスへと。どっちだと思う？あ、またモンスターボールある。ポケモン出すぎだよ。なんか階段あるわ。下降りてみよう。広いなぁ、この洞窟。オッケー、モンスターボール投げていこう。こいつもね、入れていこうか。てか、誰取る？てか、あれだ。卵が何生まれるっていう話なんだよ。ほんとに。オッケー、石つぶてゲット。で、アイテムが何があるかだね。0.4 メーター、40センチと。オッケー。何がありますでしょうか？ディフェンダーですね。使いません。さあ、何でしょうか？技マシン39。さあ、何でしょうか？この技マシン。相変わらず教えてくれないよね。リュックの、技マシンってどこにあり？あった。あ、これか！スピードスターだ。絶対に避けられない星型の光線無数に。これ使える誰か？スピードスター。覚え？お！これちょっと迷うね。マグマラシか、ポッポかってところだよね。いやー、難しいな。いやー、これね、迷う。ちょっと待って。いや、もうここは安牌でマグマラシにしようか。マグマラシにしよう。体当たり睨みつける。まあ、体当たりいらないかな。体当たり忘れさせて、スピードスター覚えよう。待って、ロコンと、うわ、かわいいロコン。ロコンかわいすぎる。でも、一撃でスピードスターで落とす。これ多分めちゃくちゃ強いわ、この技。スピードスター。一撃で落ちるだろう。オッケー！ロコン一撃。もうちょっとで20レベルになる。早すぎなんだよな、レベル上がるの。多分こっちで間違いな。ほら。敵がいるところは当たりだ。で、ここは33番道路か。確か左だよね。この木の実見ていきましょうか。毒消しの実。あざす。これ多分毒回復できる木の実だわ。こっちかな？ずっとこっち左まっすぐだと思います。どう？あれ？違う？ん？なんだこいつ。中は危ないからな。こうして誰も入らないよう見張っているのだよ。くぅ、俺っていい人？何ここ？ヤドンの井戸。別名、雨降らしの井戸。この地方ではヤドンがあくびをするたびに雨が降ると信じられています。実際400年前の日照りの時みんなを救ったのはヤドンがあくびをしたからだと当時の記録に残されてるよ。お！ツイッターっぽいですよ、皆さん。ここ、一応ね、ポケギア確認して、今日は終わろうか。おー、ひわだタウンですね。多分ここで合っとるわ。よし、ということで、次はね、ここの続き、ジムがあるかだけあります。しかし、ここのジムは挑めないのかな？君、ヤドンの尻尾って知ってる？噂だけど美味しいらしいね。そっか、そういえばヤドンの尻尾って美味しいって聞いたことある。こんないいことを教えるなんて、俺っていい人？なんか怪しくね、この人ら。なんか前回のロケット団的な立ち位置か？てか、そういえば、なんか、ポケモンの尻尾いる？ 100 万円でとか言ってたバカいたよね、そういえば。あいつのとこもしかして戻らないダメなのか。な？わかんない。よし、ということで、今回はね、ここで終わっときましょうと。次回ね、ここのジム行きたいと思います。で、卵だけ最後確認しとこう。気になった今、一瞬ね。
さあ、卵は、様子見て、もうちょっとかなと。まだ先っぽいね。オッケー。ということで、今回ここで終わりましょう。以上、Kでした。バイバイ。